こんにちは YouTube の皆さん、高橋ダンです。皆さん、よく聞いて、この148円ぐらいに近づいているドル円は円安大暴落するとも、はい今回は去年と全然違う状況で為替介入をこれを止めることできないと思いますよ。今は恐ろしいです。去年と違って今、アメリカドルのポジションは売り越し、すごいです。しかも、為替介入をもしやるとしても、数兆円ぐらいだけでやっても、毎日のドル円の 取引はは54兆円ぐらいを上ってる止めることできないです。This is 結構恐ろしいニュースなので皆さん今日を今日を展望したいです。現時点9月の9日、まあ、ちょっと赤ちゃんが昨日生まれたので皆さんいろいろとコメントとか投げ銭とかありがとうございます。ちょっと楽しい無料投稿もポストプライムでたまには投稿したのでガイロンのほうで僕のチャンネル見に来てね。Thanks so much guys。そして今夜終わる予定のポストプライム 2, 週2周年の記念日のプ,、えー、とプレゼント、右の画面見てね75%割引今夜終わるよ。 予定新しいチャンネルで追加の登録まずは2週間の無料体験その後に支払いをスタートしたら通常の価格より75%割引専門家が毎日投資の情報を教えてくれるし5つまでどのチャンネルを追加で 登録を選んで大丈夫です。1年に1回だけの記念日プレゼント、もうすぐ終わる前に概要欄のリンクで、ぜひ皆さんも参考してください。最近はね、僕のチャンネルでも結構有名な方とはコラボをポストプライムでしますし、え、それと特に今、えの、パラジアムとプラチナのこのペアトレードが8%ぐらいと当たっています。え、特別動画企画もしました。2020年に特にここの銀行株をすごく買ってた。それと同じぐらい今この銘柄が大好きなので、ぜひまあ見に来てください。 してください僕のポストプライムチャンネルの方では特に、まあ、YouTube で話してない一番好きな銘柄とかを長期投資と短期投資で両方とも話してますし無料投稿もあるけど有料投稿では一番特殊な銘柄だけを話しているので皆さんもガイ欄のリンクで遊びに来てプライム登録を無料体験をぜひ概要欄の方で検討してみてください え、あとは今、ポジションを募集中、正社員と業務委託、特にエンジニアが必要。えー、まあ、これはカスタマー、サポートの人、経理、その他、ガードの方でぜひ皆さんも応募しておいてください。So guys, we need to talk about 今日のドル円で、この実は会話はおそらく3つに今日のトピックを分けなくちゃいけないと思う動画としては。まず、ドル円が今、円安になっている原因が一つ目の、これはアメリカの金利の理由。二つ目のトピックとしては、この原因が アメリカドルが上がってる。しかも恐ろしい頃、今のポジションはまだ売り越しですアメリカドル。まだまだ上がると思うよね。3番目が今日一番重要で、為替介入をこれから上田さんと 財務省がやるとしたら、これは影響がないと思います。そこの3つを今日分けてお話をしていきたいと思います。日本人としてはこれは警戒するべきですね。円安がどんどん進むと、海外で我々が買う Netflix でも Amazon でも何だかんでも全部コストが上がってしまいます。まず1つ目の要因は、この右のチャートを見てね。1つ目の要因としては、このアメリカの金利オレンジを見てください。これが10年利回りですね。 今年を見ていると、今年は、まあ、1月ぐらいから見ると 11.、11.4%ぐらい上がってます。金利利回りですね。はい。今約4.29%です。で、これがドル円緑が今年12.74%上がってる。ドル円が上がるのは円安ですね。ほぼ同じに動いている。これが今日一つ目に皆さんに相談したいのは、今のドル円が動いている一つ目の大きな理由は、利回りが上がってる方です。はい。 利回りが上がってるから利回りが上がる大体いいドル円っていうのは通常テクストブックはアメリカの債券の利回りと2年の債券の利回りの差で動いてるんですねドルと円なのでアメリカと日本の差ですで特に日本の金利はあまり動かないので歴史的にはアメリカの金利と一緒に動くっていう傾向がよくあります面白くここの 下の赤が相関係数というもので、どれだけその二つが一緒に動いているかのを測ってるんです。で、今は面白いところ、相関係数はまだプラスでポジティブで、今年はほとんど高いですけど、今どんどんとちょっと下にまた下がってる。相関係数が少しずつ下がっています。で、国債のことはよく皆さんに話してるけど、今金利がどんどん上がってる理由は、アメリカ中銀が利上げをしてるから。で、金利が上がると国債は価格は逆にいつも動いている。初心者の皆さん混雑しないで。で 今はものすごく債券が猛烈に売られている特に機関投資家のポジションの投機数字で見ると10年ぶりの低さですなので利回りがどんどん上がっている状況でドル円を押し上げています皆さんも多分知ってるけどこれは僕は長期金利がどんどん上がるのは多分続くと思うので長期金利ではなく短期の方には投資してますしどう見てもこの売り越しはものすごい大きいのでおそらくここはどこかの段階で国債の売りつまり金利上昇は まあ多分安定するとも、今ちょっと行き過ぎですよ。そうすると円安は安定するっていう見方が今日 一番目の実は話したかったことです。実はここの金利の要因を見ると安定するように僕は見るとも。まあ、国債がめちゃくちゃ今売られてるから、この売り越しを見てるとね。はい。で、どんどんとお金は国債の方に僕は行くと思います。どう見ても債券の利回りが皆さん黒ですね。これ5.2%ぐらい。これが平均の株の利回り、アメリカでは今4.8%。債券が今上回ってる。この差を見るとこれが15年ぶりに今アメリカの株の利回りが 最近と比べてマイナスです。この下を見ると。ってことは、どう見ても投資家にとっては、アメリカ株は最近と比べて今は魅力じゃないです。なので僕は、ここの要因、この原因を見ると、ドル円が落ち着くと思う。だけど、今日のビデオは2番目とドルのこと、それと為替介入の方向がもっと恐ろしいと思います。なのでそこをちょっと今日強調したいです。はい。まあ皆さんも多分ご存知の通り、僕はね、特に長期投資は、 最近が今特に短期債最近で大好きです。利回りは今ちょっと上がりすぎで、ここの6ヶ月ぐらいでは安定すると、もう長期投資では大好き。こういうものほとんど日本人は投資してないけれど、僕は絶対投資するべきだと思ってます。昔から IG を使ってます。それとなんかたまにこれちょっと面白いんだけど、今日、World Food Price Index 世界の食料指数っていうのを今日見つけたんだけど、これ今下がってますよ。ね食料価格がどんどん上がってるとみんな思うんだけど、特にこれをよく中身を見ると、Dairy Products チーズとかミルクとかの価格は世界で下がってます。それと特に、ミツ、肉ですね。の価格は今下がってる。This is a little bit weird. コモディティはまだ僕はすごい割安だと思います。特に農業商品ですね。特にコモディティ指数を米国株との割合で比べると、これもまだ50年ぶりの低さ。なので、もう一度言いますけれど、僕はこういうコモディティ。 と、債券がまだ今はベストの長期投資だと思ってます。こういうような特殊な農業商品、砂糖とか、米とか、大豆オイルとか、先ほど言ってた債券とかは、それとウィーケンドシス、週末の間でも取引できるところは、IG 賞金以外に他に日本の証券会社はないと僕は思います。昔から使ってますし、概要欄の方で新規口座開設すると3000コインももらいます。3000コインは3000円の価値です既に口座を持ってても、新しい口座を例えば家族と一緒に作ることも全然ここは大丈夫。新しいメールアドレスと新しい身分証明書も使えるし、 完璧に無料、日本のベストの証券会社だと思うので、皆さんも興味あれば g o o g l の方で、新規講座解説をして3000コインを取りに行ってください。すっごい簡単、数分ですぐ終わります。Let's keep going here going 今日の2番目のトピックは、今日、ドル指数。ここがまだ高いんですよ、皆さん。とんでもなく高いです。で、このドル指数が今、どんどんと上がっているところで、今、ドルの売り越しがまだ低いこと。 It makes no sense. And it's so, so interesting, I think. そうですよ。今、ドル指数っていうものが8週間連続で上がっています。2005年以来の上昇率です。このドル指数っていうもの。ね。ドル指数っていうもの。で、このドル指数が、今ちょっと右の画面見てね。どんどんと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 8週間連続で上がってるんですけど、面白いところ、 ヘッジファンドとか、機関投資家は、売ってるんです、ドルを。めちゃくちゃ。データを見ると。シカゴ取引所のデータを見ると、ここを見て、右の部分。ドルが上がってる。これ、ドル指数。価格がこの黒のラインですね。下の部分のこのバーチャートは、売り越し。まあ、投機数字です。これ、まあ、売り越しになってる。Dude, this makes no sense. この売り越し。 がなっているときに、特に2023年の初めでは、ドルは上がり続けています。売り越しになるときには、だいたい過去を見ると、ドル指数っていうのは、特にまだ過小評価されていると思う。ドル指数がピークするときは、特に買い越しになるときですね。買い越しになってた2020年の始まりとか、買い越しに大きくなってた2022年の、こちらの秋のときとか。これは今、売り越しですよ。ってことは、 まだ全然ドルがもっと買う余力、余地は全然まだ残ってる。これ恐ろしいと思わない。っていうことはドル指数をどんどんと機関投資家がもし買うことになるとしたらドル円はもちろん上がってしまいます。そうですよ。もちろん上がってしまう。で、ドル円のやっぱり上がりと下がりはドル指数と円両方とも影響があるんだけどドルの方がでかいです。世界の 一番取引されてる FX を見ると、やっぱりアメリカドルが一番最強。まあたい70%ぐらいがもうアメリカドルで。その次に日本円とかヨーロまあたいヨーロが2番目で、3番目が円なんですね。なのでドル指数の方がもっとここは大きな影響があります。もう僕もこれ見ていてねちょっと本当かなとちょっと確かめたかったので確かめに行ったんですね。シカゴ取引所の方で実際のドル指数のポジションの自分を見に行ったら、Oh my god, it is really low right now. 今低いです。ね。すごい低いです。 What the F? すごいすごい低い。で、機関投資家とか、特にここ見ていたんだけど、面白く、機関投資家のポジションはそんなに低くない。この頃ちょっと高くなってる。ということは、あれ、機関投資家がアメリカドル売ってるかなと思ってたんだけど、これ逆でした。個人投資家みたいですね。機関投資家はこの頃アメリカドルのポジショニング、つまり投機数をこの頃上げている。 だけど、全体的にはまだ投機筋が下がってるってことは、どう見ても個人投資家しか残ってない。個人投資家はまだ今アメリカドルを売っているんです。That's a dangerous situation. 日本円の投機筋も見ていきましょう。シカゴ取引所で。日本円を見ると、 この今のポジション、日本円も確かにちょっとここは売り越し。面白いですね。ドル指数も日本円も両方とも今売り越しなんです。期間投資家の日本円のポジション、ここを見ていきましょう。これ見ると、うーん、まあ、ここの1年ぐらいでは平均かな。でも売り越しです。 日本円も売り越し、ドル指数も売り越し、両方とも売り越し。まあ、日本円を売りまくってる人たちもいる。特に基幹投資家でも。ドル指数は特に個人投資家が売りまくる。どっちの方がもっと売られて、どっちの方がこれから買いに動くのか。it's a difficult question. だけど僕は先ほど言ったように、ドルの方がキングだと思う。で、ドルが上がると、ドル円は一緒に上がってしまうと思います。チャートもちょっと見ていきましょう。今このドル円。 を見ていくと、面白くこれ、148に行くところですね。で、マックリーをここで見てると、マックリーのシグナルラインとオレンジのライン、これ大体いいクロスするとき、大体いいこれ、下落になるともうみんな思ってたんですね、8月30日。これ、おそらく下落になると思って、いろんな人たちが多分売ってたと思う、ドル円を、つまり円を買ってたと思います。 でみんなこのいろんな人たちが多分この騙しシグナルで間違って円を買ってしまって急にこのまくりがまた逆に行って上昇トレンドになってしまいました。こういう時ってよく僕の20年間の経験だとペイントレードと呼ばれていろんな人たちが間違ったポジションで今、損切りをしているときには結構大変で急にポジショニングが急にまた逆に起きる。 逆にまた円安がすごいスピードで行く可能性はあると思います。僕はここはドル円のチャート上がるっていう投票を今日の朝起きます。そうですね。週末でも朝でも700人ぐらいが今日投票してます。すごいですね、ポストプライマー。71%が今日は上がるという投票をしてます。この7日間では65%が上がる投票で、この30日間では63%であります。まあどう見ても短期でも長期でも今はドル円の投票は高いです。 高いね。一週間では僕はこの動き方を見るともう148はもう certainty だとも。一ヶ月後はもう150は僕は突破するともう150に行くような気がします。自分の予測を入れてみるとみんなの予測の中央値がここで出てきて面白く一週間が青、一ヶ月が黄色両方とも今は148になっています。ってことは予測をしてる数百人は まだ1週間と1ヶ月の価格はだいたい同じぐらいに感じるこれどう見てもすごい大きな円安が起きるということをまだ予測されていません。世論調査っていうのはすっごく大切ですよ。10人でも100人でも1000人でも僕の大体の経験だと同じことをたい示してます。今はここの何十万人使っているポストプライムでは大きな円安が起きるとまだほとんどの人は誰も信じていない。That's dangerous. こういうときには実は 起きやすいいと思います、ね、ドルインのことも今日ちょっと今の話題っていうのをポストプライムで見てたんだけどあんまり今日出てこなかったんですねなんかめちゃくちゃ出てくるはずだと思ったんだけど出てきてるのがアップルのこととか CPI 来週の CPI のこととか iPhone とか Nasdaq とかインドの G20 とか Nasdaq がドルインのことがあんまり話されてない This makes no sense guys これ一番のテーマのはずです。一番これみんなが話題にするべきです。で、ランキングを今日見たんですね。ランキングを見ていたら一番割安がこれはナズダック、S&P500。ちょっとこれ面白いね。また米国株がピンク色で割安に戻ってしまいました。これは我々の AI です。それと下の方に行くと確かにドル円は 割高に今なってます。割高になってるんですね。24時間、7日間、30日間、先ほど見せてた全部の投票率が今高くなっているんだけど、強烈な円安を予測している人が誰もいない。まあ言いたいのは、チャート見ると皆さん、これは過小評価されてると思うよ、ドル円は。まだまだ上がれると思う。ドル指数のこの売り越しがまた買いに戻ったら、 すすぐ上がると僕は思いますこれが今日2番目に話したかったテーマで皆さんドル指数が上がり続けることが今は円の暴落クラッシュに対しての僕としては一番危ない2つ目の要因であります最後に話していきたいのはもちろん為替介入のことで為替介入が なんて影響がないということです。ちなみに皆さん先ほど使ってたこのツール。まあこの投票率チャートツール。えー、ね、特にこれはもう低い時は大体割安で僕は買ってます。はい。特に2週間前にこれを使ってマザーズそう大きく当てましたし、僕のポストプライムチャンネルは大体このツールを使って今は勝率が75%程度です。皆さんも試しに来てください。えー、この通知を押せばいつ買うかいつ売るか自分で設定できる。通知がこういうふうに毎日届きます。クエスチャンマークを押して自分でもヘルプページ で皆ささんも習いいに行ってください無料で教え,ていますえ、それと、この今の話題のツール、ね、何が今話題になってるかとか、こういう投票率、ランキング、まあ、パッて一遍で数,数秒だけで時間を効率的に何が割安やすか割高なのかをすぐ分かるツールは、全部これはポストプライムのメンバーシップで無料体験できます。通常こういうお金を生み出すツールは数百万円かかるけど、ポストプライムでは全部メンバーシップで無料体験して、それぞれのツール全部使いますし、すべてのチャンネルの28%割引と3000コイン。 3000円の価値ももらえます特に皆さん今だけだとこの機能を使って皆さん誰でも僕は数億円ぐらい数千ぐらいの数千前,前ぐらいの価値はあると思いますし特別に今登録する方は今月中に登録する方来月には実は初めての資金のプレゼントもしますはいえー、なので皆さん特にまあ9月中がラストチャンスなので特別資金 をプレゼントする、機能もプレゼントする、えー、なので、そこも皆さん、一応、楽しみにしておいて、えー、今の間、9月、登録してないと、えー、まあ、こういうような、ちょっと、プレゼントできないので、えー、ひ皆さん、ガイドのほで無料体験、おとかをメンバーシップ、を検討してみてくださいし、使い方、よくわからなかったら、僕のポストプライムチャンネル、2番目の投稿の4分ぐらいから、全部、ここの投資タイミングとか、メンバーシップの機能の AI キャラクター説明も全部してメンバーそこも見に来てください。最後には、為替介入 SO, this is the big one. 為替介入は僕は影響はないと思う。全然ないと思う。しかも今回の為替介入はもし前回と同じだった場合、前回と似ている場合、おそらく数兆円ぐらいになると思う。 前回為替介入を3回したんですね。で、為替介入、まあ、まず、ちょっと基本を見ていきましょうけど、大体今までやってきたのが2兆円とか3兆円とか1兆円ぐらいあたり。毎日のド,リドル円の取引を野村リサーチが研究していたところ、五5 5兆円ぐらいです。3兆円してそんなに動くわけないですよ。みんながワイワイ騒いでる日銀が行う為替介入。 仕組みはっていうのはここの仕組みなんですけど財務省から介入を指示して日銀がドルを売って円を買うことをする。為替相場で。で、これを歴史を見ると何回も何回もやったことあるんですね。特に円が安すぎると国民はやっぱり困る。困る。特に時々この頃は貿易収支も時々マイナスになってる。 日本は国として輸出より輸入も時々この頃大きくなってる。円安はいつも良いことではない。なので財務省が支持して国が守りに行くんです。で、これを去年特に145を突破した時に9月22日に1回、10月21日に3回、24日に4回目の介入をしました。で、いろんな人は誤解してこの影響で円安を止めたとみんな思ってる。 で、そこから円が、安が止まって一応回復した。これは円安じゃないよ。な、な、n o way. 為替介入じゃないよ。為替介入。これ、毎日ドル円55兆円動いてます。There's no way.55 兆円動いてる相場で、55兆円動いてるで、たった5%だけその残、その取引量。で、止まるわけないと思います。 ね、there's no way.0.7 兆円を最後にやったんですね。10月 24, 24日。そんな小さな額で円安を止めることはできないですよ、皆さん。there's no way. ドル円を動かしているのは、先ほど言ったように、アメリカの金利相場。それと、アメリカのドル指数です。こっちの方がでかい。要因。なので、これから為替介入は、僕は発表されると思う。だけど、日銀は多分、 あんまり影響がないことは知ってるはず。全部この数字は自分で計算してるはず。なので、無駄に資金をいっぱい使うより、多分今回為替会には150円ぐらいにならないとやらないと僕は思う。で、前回と同じように少しずつ多分やる。一回やって数週間様子を見るとか。特に大きなイベントの時にやりやすいと僕は思います。ね、特にここの22日とか、9月22日、10月21日、ちょうどなんか、 アメリカの消費者物価指数が発表された数日後だったんです。なので似ているようなことをもしするとしたら150円を超えた9月中旬、10月中旬、11月中旬、12月中旬が多分このニュースが出てくるけど皆さん、僕は逆に為替介入のニュースが出てもし円高になったら逆に僕は短期投資で円をもっと売りに行くとも一時的に円高になってもすぐまた円安に戻ると思います。 なので、今回を見ていると、去年とは違う状況だと思います。去年と違っていて、特に今回は、はい、去年は特にドル指数を見ていると、すごい高くて、ドルは買い越しだった。すごい買い越しでありました。はい。なので、今回はドルが売り越しなので、ドルを買う材料がいっぱい残っているので、 円は結構暴落すると思う。で、150を突破して、為替介入が実際影響ないと、ほとんどの人たちはまだ分かってないので、それを気づくと、パニックになって、155円にすぐ動くは行くと思います。すごいスピードで行くとも。160円に行ってもおかしくはないと思います。なので、必ず、あなたの資金の一部は、ドルでも持っておく。のが、僕のアドバイスです。何回も言ってた通り、ここの、現金っていう部分。日本円だけで持っちゃいけないわ。 ドルでも一応持っておくのはマストだと思います、ね。円だけで持っていたら、やっぱりこれはあなたの生活にとっては税金ですよ。秘密な税金です。物を外から買うとき、も全部影響あります。日本は島国、資源はあまりない、エネルギー要因もあまりない。原油でも、ガスでも、iPhone でも、アマゾンなんでもかんでも。 全部関係があるんです、円安と。なので、自分の資金を守るために、やっぱりドルも一部持っておく。僕は会社としても個人としてもいつもドルを一部、もう最低自分の資産の1割、2割ぐらいは、まあ、特に現金で守ってます。今は僕の現金のほとんどは実はアメリカドルにしている。けれど、ここは去年と同じことを言いますけれど、 今回はこの円安っていうのは去年と変わっていて僕は止まらないと思うのでぜひ皆さんドルも持っておいてください。ここ長期投資短期投資皆さん僕が具体的に何をしているのかは冒頭で言った通りポストプライムで見に来てください。無料投稿もあるけど有料投稿では一番好きな YouTube で話してないベストな銘柄をここだけで話してます。はい。なのでぜひ見に来て特にこの一番上と 一番上と一番、二番目に固定されているこの二つの投稿では、使い方とか、この AI キャラクターの説明もしてますし、初心者の皆さん、教育コースもここであります。このコースは無料で、最初のコースは見れる。コンテンツは YouTube と全然違うレベルだと、すごい評価が高いので、そこも僕のチャンネルで、特にコースはウェブサイトオンリーなので、見に来てください。Thanks so much, guys。あと右75、75%、今夜終わる予定なので、ぜひそこも概要欄のリンクで。 使ってね、これからまた病院に行って娘と会いに行きます。ミアですね。お、oh、ー、ボあ、皆さんありがとうね、もうあ,のありがとう、いっぱいもらいました、あのコメントもいろいろ読みました、いつもメージンのすっごいヒットの投稿でしたね、もう1万回数がもう <laughs> この16時間で撮れてます、たったなんか30秒ぐらいの動画なんだけど、普通の動画よりものすごいヒットですね、これ、ポストプライムで。 これからまたにに会いい行くすすごいですみんなにおばさんにも僕の親にもなんか僕の妹とかにもみんなダニエルの小さい赤ちゃんの写真とそっくりとみんな言われてるなのでもしかしてミニバージョンのダン女性バージョンを作ってしまったかもしれないです。Very cute. もちろんみんな自分のベイビーは自己ポジションで、ね、すごい可愛いいと思ってる。 けど結構この頃なんかベロいっぱい出してるんですね。ベロベロって。なのでまた今日も会いに行くのが楽しみです。だけど、これからやっぱり責任感がすごい高く感じる。こんな、まあ今そもそも僕って別に休憩もしてない。週末も働いてる。けど、これで娘が生まれて、ますますもっと、 もっと働かなくちゃいけないじゃん。もっと頑張らなくちゃいけない。頑張るのは、働いてる時間ではなく、実行するアイディア、ビジョンをもっと強くしなくちゃいけないと思う。ね。これから、まあ、ミアのためにも、僕のためにも、妻のためにも、ファミリーのためにも、 ミアはこれからおね、おそらくき、まあ今の人口の,、まああの平均寿命とか見ると、どん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 10年に1回は2年ぐらい上がってるんですね。ってことは、ミアは多分90歳から100歳まで生きると思います。これからの90年。Holy shit。特に僕ができること。僕が生きている間のこの50年間では、まあ、まだミアの半分。だけど、 日本を強くくしななちゃいけないけもともと YouTube を作った理由は最初は自分のためこれがどんどんとポストプライムのためやっぱり最終的にはもっと大きなビジョンのためにやらなくちゃいけないというふうにちょっと今週末考えていました、はい、今までずっと3年間 YouTube 応援してきてくれた皆さんありがとうございますこれからも頑張っていきたいです えとやっぱり会社運営してて大変で、まあ、宣伝も多いことは多い、YouTube も2年ぐらい前からもう犠牲にすると決断してる、YouTuber はもうどう見てもほとんどの投資家、YouTuber、みんな誰も大きく成長してないです、ちょっとすごいがっかりしてる、だけれど、金融リタルシーを日本で高めるのは必須。ってことは、YouTube がどんどんエンタメの方向性に行くとしたら、 僕ができることはポストプライムをもっとでかくしなくちゃいけない。みんながもう誰でも初心者でも使えるようにするプラットフォームにしなくちゃいけない。見たことないような技術を作らなくちゃいけない。AI だけじゃなくて僕がよく見てるのは 3D プリンティングとかバイオテクノロジーとかも全部見てる。日本人の人口減少の問題は本当にミアの生活にはダメージがある。ここで何かでかいものを 作らなくちゃいけない価格で。というふうに今週末考えています。Thank you so much, guys! ちょっといろいろと関係ないことを話してたけど、ありがとうございます。これからも YouTube チャンネル登録、LIKE ボタン、応援よろしく。また明日話しましょう。ありがとうございます。